で、これはその、まあ、ヤトミンシリーズのやつで、これは、まあ、あれですね、フェアレディ Z にあります。まあ、ですから、まあ、トミカを意識しているもので、当時ヤトミね、意識してたから、こういうのが非常にトミカによく似てるんだけど、まあ、ヤトミのね、馬のように乗っていて、で、ヤトミンってのはもともとその中国に作られていました。で、中国のどこに作られていたか、まあ、あれは定かではないんですが、まあ、そこに作られていたもので、まあ、これ1台とかだったら、まあ、正直言って数百円、100円とか200円とか、まあ、高くても300円、400円ぐらいになっちゃうかなと思われますけど、まあ、そのぐらいなんですよね。だから、まあ、なってしまいますけども、まあ、このダイジャストミニカーっていうのがあって、そのデラックスミニカーセットの中に、全部入ってるような状態であれば、これが一気にドーンと値段は上がってくると思う。3000円とか4000円、下手したら5000円近くはなるかもしれないですね。まあ、それぐらいのものになってくる。だから、まあ、こういう系のミニカーはね、このヤトミンは1台ではあったらそんな数百円だけど、これがセットもので出されてて、でしかも全部揃ってたりなんかすると、一気に金額がグワーンと跳ね上がるからね。で、そういうタイプになってるんですよね。まあ、そういうタイプっていうか、そういうふうになってるから、まあ、ミニカーの世界っていうのも、まあ、不思議といえば、まあ、不思議で奥深い、まあ、そういう世界じゃないかなと思います。まあ、フェアレディ Z もね、トミカに出てるじゃないかって言うんだけど、まあ、セットものの中にありましたから、まあ、それでね、まあ、買ってみたというか、セットものの中にあったので、あれだったんですけども、まあ、なかなかこれもこれでね、面白いなという感じで、これになっております。というわけで、どうもありがとうございました。